识别不用磁带。スマホか。いや、単純にたくさんのだけでしょ。こっちにもフロンズがいるんじゃないですかね。まあ相手にいるってことは、こっち側もそのそれを含めても同じぐらいのやつがいるってことだと思う。サモナーズリフトへようこそ。私も同じブロンズ位置だけど、めちゃくちゃ強いジャンクだけど。多分ブロンズ位置じゃないんじゃないですか。うん、多分すぐ上がると、やればやらないから。あ、もしかしたら仲間が強くないと強くなるって人もいるんで。いや、それは単純にやらないだけです。ノーマル派の人は。うん、なんか俺みたいにもう合わせるのが下手な人とかいますからね。あ、そういう人はすごい合わせるのが得意です。なんか育った子についていけばいいって。あ、まあそれはそう、間違いないです。だからどんなに帰ってってピングしても帰んない子いるから、その時はもう一緒にずっと行ってあげる。俺もそういうの見たら見捨てますからね。もうお前死んどけっつってで、ついてこいって言ってね、ついてもらったら俺が死にますから。もう引いて聞かないのはもう知らん、うん、この連載で残ってたら死ぬ。全滅してもね、なんか3本目まで折れてる。この硬いな、無駄にロムすんな。タワー殴ってればファーストタワーだったのに。
このゲーム信じとやれば勝てるんだよな。ひどもんね。ハート、ルルイルシマジュリ、どこだよ。この人ジャングルすごい、ちゃんとピンで出してふん、死んでった。波は来るわ。
味方が倒されました。日清のカップヌードルに入ってる、うん、チャーシューの代わりみたいなの四角い肉は大豆と肉と野菜の混ぜ合わせて味付けしたミンチらしいですよ。え？あれ？あれが持ってんの？大豆らしいですよ。は カップヌードル46年目の告白って、リーガスさんが、ウルグさんが描いたファンアートの3-4の後ろにいる人誰ですかって聞いてます。リーグさん、はい、後ろにいる人は監督とテテさんっていう人がメンバーにいたらしいんですよ。 IWC かなんか出た時あの写真に写ってた人ですね。リザーブの人も テテさんらしいですってとこ。名前テテさんだと思うけど。アイバーン好きなんですかっていうか。ああ、そうですね。ああいう系は好きでしたね。出たばっかの時は。まあ使えないですけど。あのヤンキー。聞いては何めっちゃいいやつですよ言ってることヤンキーじゃないですか。いやいやいや、あれ絶対人身売買でゴールド得てますよ。ミッド行ってる。
違うな、違うな。ワードだな。ワードの精査からドワードカーに忘れちゃう。ソロ Q なんてワードいらないっすよ。ソロ Q こそワードいるんですよ。マップ見てる人いないっすよ。シルバーになったらマップ見る人多くなるんで。そうなんですか。そもそもあのピンを鳴らしても説得力がないので、サイトストーンで見せてあげないと聞いてくれないんですよ。ゴールドなんてマップに映ってても見えない人多いですよ。マップって画面に映ってても戦ってるから見えないんですよ。ピング打っても見えないですよ、うん、ミリオン戦ったらもう見えない。でもなんで夢中になってるとダメなのね。みんなミリオンと殴り合うのに必死ですからね、うん、難しい。だっておかしくないですか、チャレンジャーみたいなワードをしっかり最大限能力を発揮できる人でもコントロールワードは75円なのに、シルバー、ブロンズ、ゴールドみたいなサイトストーンとかワードをなんかあまり効果的に使えない人たちでも75円ってもうなんかちょっと違くないですか。30円ぐらい値下げしましょう、ゴールドとシルバーは。ブロンズはもうただ。トリンケット持っててもね、刺さないからね、殺さないと。ただでもダメですね、確かに。じゃあパッシブで、なんかプッシュに入ったらワード刺すみたいなのにしましょう、パッシブを。ブロンズパッシブ。こんにちは。今僕ですね、いつもトップで言ってなんかミッドの人は変わってくださいって言うんでミッド変わったんですよ。で対面マルタだったんでクレンズ持ったら、クレンズ使えませんよって今超丁寧に言われて恥ずかしかったですマルタの。そしたらどっちされました。それはね、多分違う人がねどっちしたんだと思う。教えてくれる人どっちしないと思う。いや、教えてくれない人は多分どっちじゃないんですけど、それを見て、あ、こいつマルザ知らないんだなと思ってどっちしたんだと思いますね。誰そんなことでどっちするかな。いや、する人はしますよ。ちょっと地雷死はするもんね、それ。しかもピックしてるチャンピオンはライズですからね。確かに嫌だわ。あ、どうしようかな、うん、あ、リンさん行きますか、じゃあランク？ディオディオディオ級。ディオ級する？いいよ。アリンさん、いい仲間引いてくださいね。いい仲間はすでにアスカさんにいるじゃないですか。いいこと言いますね、ウルクさん。じゃあもうダメだ。は？どういうことだ。あと3人はダメな人。これちなみにもうライオットの陰謀論唱えてますからね。どういうこと？ライオットが俺の勝率を落とそうと画策してるせいで俺の仲間はひどいっていう陰謀論。F 戦かよ。アスカップ F 戦術。アゲインさんが死にそう。まだ治んないんですか？ね、喉がね。なんか今日も。明日休みか。いや、今日明日は晴れですよ。あれだよ。天気が晴れる。じゃあ仕事です。明日も休みましょう。明後日も。そのまた次の日も。ニートじゃねえか。毎日がエブリデイホリデイ。エブリデイホリデイ。すごいさ。お前ら天下のアゲインさんに。やめろ、お前ハテナピン出されるやつ。お前ボットの選んでるやつがもう
わけわからんことする。なんで誰もチャットしないんだろう。一人で黙々とランクしてて楽しいのかな。チャットするとね、負けるという俺もその…あ、どうした。あ、やばい。おい、アジンさんチャットするから初めてのアスカップさんなんだよな完全にやべえやつ集してたもんなあ、これやべえってなるもんあるな。これで何連続どっちになるか試してみますか。大体の負け俺のせいになるやんけ。いや、天下のアジンさんですよ。ジリアンを使えば無敗とまで言われた。他のところ行けばよかったな。あんだけ引きつけて。ちなみに僕今信じた勝率7割あるんで、負けたらアジンさん3割の男って呼びますね、これから。どういうことよ。信じた勝率の怖いやるから4割の男だよ。30ゲームで7割とか言ってんじゃねえよ。もうこっからだって100ゲームとかやったら僕ら勝率9割までいきますよ。いいんですか。いったね。さあさあ持てんけど。トップくれ。まあ俺のブリッツは勝利をグラブしますからね。信じてほしい。でもどうせブリッツバンされんだろうな。ういって。優しい。あれでもそんな育ってないんだとやな。兄さんも。トップに行ってあげればいいか。どうなんだ。またウルト使っていい。あ、バンされたらやっけ。マジ。ここまで言っといて待ってたらレポートしよう。うわっ強っ。 こっちの力を見くびってたみたい。いやもう明かりとか嫌なんだけど。もう明かりとか嫌なんだけど俺。大丈夫っす、あれ突破明かりですから。
直弾出しづら。助け。結局そういう人って出しますよね。知ってる知ってるって。結局頼れるチャンピオンは1体なんだよな。もしくはニビアだから。ニビアでよかったけど。ハニビアはぶっちゃけ最強。だってコグマがいないんですよ。誰が殺すんですか、このチョアスとかいい OP ファッキン OP チャンピオン。確かに取り下げてもう落とせない。みんな強いか。中村さんちゃんとキャリーしてた。それともそれレッディさん。中村さんいるんですか。たくむさん。聞こえる。じゃあ、それたくむさんレッディさん。あ、レッディさんか。うん、ああ、そう。なんで？なんでサイオンサポートになったの？それするぐらいやったら俺サポ行ったよ、本当に。中村さんとかも使うけど、いや、中村さん使うけど弱いって言って使ってると思いますよ、ちゃんと。嘘、練習って言って使ってたけど。それ、中村さん嘘ついてますよ。今度聞いてみたらいいですよ。中村さん、サイオンサポートって強いですか？弱いに決まってんだろって言いますよ。あ、やっぱ聞かないでください、なんか。真面目だったら怒られそう。まあでも昔のメタだったらあるのかもしれないけど、今のメタだったらさすがに。サイオンサポこちら。好きな人っているんですか、サイオンサポ。自分のサイオンサポーター眼界のめやつを持ってやる、あのムンド頭悪いな。まあそうでしょ。レーンで30回死ぬぞ貴様。ムンドあれでしょ、ジャングルでしょ。いやいや、どうですか、トップ。ジャングル誰、ジャーバン。あれアジフォーか。嫌だな、なんかムンドしゃぶられそうなんだけど。しゃぶられないっすよ、天下のアジンさんがしゃぶしゃぶされなんて。まさかそんな。トイレ行きたくなってきたな。気持ち悪くなってきた。癒しを与えに行こう。ひらめしに食ったらシチューが出そう。シチュー食べたんですか。シチュー食べた。白い方のシチュー食べた。口から白いの出そう。大丈夫じゃないですか、シチューぐらい出てもの力を見切ってたみたい。あのミッドで当たろうとして。
こいつねえ。うん、味方のタワーが破壊されました。こやつ、いいやつだ。TP なっせん。ここにいるだけでも。うん。これ壊さない。
やー、ショコミ、大丈夫。誰がターゲット取るの？タワーを破壊しました。フラッシュないから怖すぎるな。あ、もらったやんです。あ、運動にあげればよかった。買ってくれたから。うわ、残った。あ、危ないっすね。ヘルプミー。7秒だ、フラッシュ。ケイーン。シーンが死ぬのは違くねえか。お、あ、いやー、あー、事故が。うわ、公開のお知らせ。うん。まあ、トップは崩壊してないんで大丈夫です。ミッドが崩壊のお知らせ。ミッドは頑張ってほしい。え、たくまさんって知り合いなんですか？え、いや、この前一緒に。ん？この前一緒にやった。ああ、ノーマルで。ああ、そうなんだ。明かりが育ってるけど、明かりなんていう弱いチャンピオンは。もうやめます。対抗してるんですか？別々に行こうか。あの、これトップにもしもロームしてってもついてこなくてもいいですよ。普通にミッドをしてくれれば。俺300回死んでも勝てるんで。
サステンすごい。そうっすね。待ってる。いや、合わなくていいっすよ。1対1勝てるんだったら、追ってもいいっすけど。そうじゃない場合は。やっぱ痛さ。行きます。
パンテオンに対してティーモってカウンターで出してるんですかね。すまんな運動よ、俺は強いんだ。ヘラルやってんじゃん、怖っ。ミニオン出撃まであと3分。逃げるかな。ナイス。死んだねあいつ。ダブルキル？その後違うんじゃないか当たるのは。違った。ドラゴン曲がる。召喚した？してない。レオナならサミの方が良かったかな。やっぱ集団戦すれば勝てるよ。あー、あかりとかいうナメクジチャンピオンマジで弱え。俺あかり大好きやったのにな。あんな弱くされちゃって。え、超ガスデカすぎだろ。今の包丁よきてたわ絶対。いや、よけてるって絶対。当たってねえじゃん。当たり判定どこにあるんだよ、超ガス。ドラゴン触らねえか？戦ってる。こっちだぞ。ダメだった。ドラゴンやドラゴンドラゴン。うわ、ダメだこれ。まあいいや。それ、うわマジかよ、取れないのかよ。ちょ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 、まあこっちだ。まあ水だからいいか。水だからいいけど、カリスタ取られるのはちょっとやばいな。あ、それもいいっすよ。
トリエスターナ王権から言ってる。本当だ。さすがに呼べえぞそれ。これトップ寄ってもなんもないっすよ。はい、殺せば。絶対殺せないです。あいつリサージ持ってるんで。あいつは本気で逃げたら。うん。あー、むしろ取られとんのこれ。あー、そうっすね。あ、サンファイアで死んだ方がよかったかもしれない。あー、終わった。明かりが見えねえ。うん。ということになるんでね、バカな方がいいですね。うん。あ、でもボット勝ったやん。あれ、ケイン。あ、死んだ、ケイン。お、持ってった。お、やるよ。今ボットの方はいいですよ、ロームするなら。まだ全然まだまだ有利なんでね。ナイス。トップに上がり、トップに上がり。うん。トップに時間を割く分、フリーになりますからね、両方のチーム。
そのためお前は集団戦に巻いてるんだ。トップに来た方が待ちるゲームなんだよな。よっしゃトップに行かなくとかしたら負けってわかんないのかな、やっぱり。いけるか、いきます、いきます、 TP あります。まあ一応するか。34書いちゃったな。まあいいんじゃないですか、トリス一人だし。諦めたな。ムンド TP ないんで。ああ、回復素材積んでないのがいいか。俺のモレロは一度あるけど。運動とか回復しねえしな。関係ないか。お前、軽くシース取ってくな。お前、軽くタワー受けるな。いや、バカか、あいつ。強すぎる、俺。あ、ヒール吐いた。なんでヒール吐いたんだ。あ、エンドや。トレスは泣いてんのか、これ。チャンピオンの強さは出たな。運動という弱いチャンピオンと、あかりっていう弱いチャンピオンがいたからな。何も痛くないんだけど、トレントリスターな。敵を倒しました。どう頑張っても勝てるんだよな。敵のキリングスプリーン。
感染勢じゃん。え、なんか大会やってる。あ、こんにちは。感染しに来ました。誰の見てるんですか？さっきアスカの見て、フレンドのカタリナ見かけて、あ、勝ったなって言って、あのカタリナ上手い人だったの？あのカタリナ、カタリナポニー。あ、そうなんだ。まあ、俺のおかげで育ったってことにしといてやるから、感謝しとけって言っといて、俺のおかげで育ったな、よろだったなって。まあ、お前がキャッチされたおかげでカタリナがキル拾えて育ったんだけど。じゃあ、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 ベイト、ベイト、ベイト。あれ、ベイト。完全にキャッチされてたけどな。いや、ベイトだからね。仲間だったんですか？壁フラッシュで越えてればお前助かったのにな、あれ。え、そんなシーンあったっけ？うん、シンドラ投げた瞬間に、ジャバの方にフラッシュしてた。ああ、でも、あれ、そっちやったら間に合ってなくね、カタリナ。俺はもうカタリナに全てを託してたの。たとえ俺が1ゼットするよりも、カタリナが確実に2キロを拾える方、それを優先していた。いや、カタリナ、レーンにいたんだけどな。いや、あれは、俺はあいつは寄ってくれるとおらしいってた。なるほどな。寄んなかったら俺はぶち切れてる。まず。まあ、カタリナだけは上手いからね、あの人。まあでも、ロールが上手いんじゃない？まあまあ、まずあれ、あれ寄れない人多いでしょ。わかんねえ。オートカメラでながら作業してたから、ちゃんとは見てなかったけど、まあ。まあ、キル拾えたから上手いんじゃない？最初2キル以外にも結構寄ってたよ。頑張ったね。で、キル回収してた。あ、フレンド申請来た。フレンド来た。さっきも経営だ。今度こいつ。まあ、ちょっとアラム呼ばれたんで遊んできますね。はい。忙しいな。大人気リーガス。どうしたんすか？ついにウルグさんもランクルな川に文句言っちゃいます？いや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 、だってどうしたんすか？トリスターナが前、まあ4キロ持ってるから言ったんだろうけど、パワーダイブして追いかけてったら相手も2人ぐらい来て3対4ぐらいでブッシュの中で見えない中だとかってそれでトリスターナ死んでた。後ろから一応ベルコズが味方でグルト打ってくれたんですけど、もうそれがよくわからないほとんどに当たってたけど、つまりトリスターナ死ねと。いや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 みんな呼びが早かった。俺ジャングルやとトップレーナー毎回ひどいんだけど。エズリアルボットとかも嫌なんだけど。エズリアルバンするぞマジで。でもうルシアンミットとか嫌なんだけど。バンするぞマジで。アジニさん今日何回どっちできますか？まだ一回もしてないよ。冗談っす、冗談っす。しなくていい。次にどっちしても。割とマジでどっち案件かなと思って。相手の構成強かったら俺どっちしますよ。あ、俺のエズミッドやる、エズジャングルやるからエズちょうだいっていう。どっちもやる。ひよ、ひよ、センキュー。オッケー。オーケーって言っといた。なんかさっきのやつがチャット来たんだけど。ああ、そういうこと？来ないんだけど。俺にもキャリーありがとうって。俺に伝えたからいいやと思ってんじゃないですか。俺もちゃんと言っとこう。やっぱ、チョガスの方が存在感大きかったのかな。あ、もう俺この時点でやな。トップウーコンはまだ相手はここから後出しなとかしてくれれば強いですね。
え、俺これジャンルとかやってもさ、ジャンルとかさ。イエス。オーケー。よっしゃ、変えてくれた。死ねえけどな、マジで。待って待って、ミッドアームブはまだ。あ、でもシャコって弱いな。これ、裏切りのアイバンピックあるな。ありだね。ミッド普通のチャンピオンピックしない？相手オリアンダーだよ。ルシアンでもいいよ。ゴールシアンな。ネズミなら、アイバーンのがいい。あ、相手これ弱いぞ。相手弱いっすね。弱いぞ。アイバーン強そうです。よっしゃ！アイ、エズルジャングルをしないでいい許可が降りた。サンダーローメンするとこやった。春が大好きなんだ。うん、本当にさ、なんかうまいからなんか考えがあって言ってんだ。ルークさん、ないですよ。え？そのトリスターナに考えはないですよ。あ、見てるんですかこれ。いやでもなんか外国人見なくても、見なくてもわかります。そうかな。ルークさんわざと言ってますよね、外国人っぽいしって。うん、ないですよ、その外国人に考えは。外国人に考えはまずないですよ。外国人だから考えてない。敵が前にいる、マイブリンク殴ろう、それだけですよ、考えてるのは。あー、ダメだ。カエルにシールだした。カエルにシールだした。ダメだ、アイコンつかない。ダメですね、右下。カエルにピックスがついてる。シャコだけどうにか勝てるな。シャコとかどうでも、どうにでもなりません？まずシャコに負ける人あんまいなさそうなんで。なんかだって、ミッドフィーナーとかプレーだけど、現状に。この人大枠じゃん。やば、やば。大枠だよね。大枠ですよ。怖いっすね。俺らで当たる大枠って割と地雷だよね。私のシルバー枠でもあのフラット枠の人来ますよ、ドキドキ。それ地雷でしょ。うん、うまいけどやっぱ勝てないことがある。だってこの人だって 46% だもん。そのせいなのかもしれないけど。だって勝てないってことはその人の。多分相手も強いのが来るから。相手を、いや負け続ければ相手は弱いの来るんで。あと1その人が弱い。目に入る。いい男した。ちょっと一人いないんだけど。ちっちゃんロードが遅いです。めっちゃ堂々と入ってくよ。W 取ってんじゃないですか。マルザ入るからあれか、ミカエル買わなきゃいけない。じゃあ俺ホースタートでもいいんだけど。むしろうちの赤スタートしてる可能性が出てくるよね。ジャンルだけちょっと待ってほしい。ああ、赤スタートした。でもあれ、ボックス壊したんだったら、勝ちやけど。もういいっすよ。はい、みんなで寄るのはいいんだけど、タワーが折れちゃう。うん、あ、サイオンがリッシュしてるわ。まあいいんじゃないですか。え、いや、レーン出た方がいいぞ、お前。はい、行く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 。
うわ、前衛3体ロストしてんじゃん。うまそうなボスで、うまそうな感じですよ。味方がタワーを破壊しました。あ、つらまつらま。終わったな。下手すぎる、やっぱ。違う。やっぱトップやんないとトップやべえやつくんだよな。なんでなんだろう。それはどこでもありでは。いや、毎回負けるんですよ。だって勝つか負けるかって2分の1じゃないですか。あれかもしれない。トップやった方がいいかもしれない。やばいお前やばいよ。あ、やばい、いいな。あ、やべ。あ、来た。それをしのじば。勝ったじゃん。よし。あ、俺が取っちゃった。まあ数字はちょっと難しすぎますよね。行けって言ったからポッと行ったのに、ティーもテレポートがあるから行ってって言ったけど、わかんないよね。よくあるテレポートあるからポッと行った。テレポート使ってポッとに行かなかっただけマシ。全然いいと思う。あ、それは全然いいんじゃないですか。友達が間違えた。テレポートあるからポッと押してっていう意味で
あのね、テレポートでボット行っちゃう子がいたけど、いいのかな、うん、いいわけない。だってやさっき今たまに、たまに見るぞ。うん、多分ね、意味がわからない。まれによく見る、うん、経験がね、っていう。ナイス。このダイヤ枠うまいかもしれない。ダイヤ枠だこれは。まあ一キリあったからな。まあでもあいつは序盤トップにオリアンド寄らせなければウーコンもうちょっと楽だったろうね。なんでお前、なんか俺もそれ何回か聞いたと思う。え、でも耐えたからいいんじゃないですか。耐えればワース。フラッシュとは関係ないんだよな。もう一人で殺せないから。なんかトリスターナがすごすぎた。あ、これ物資入ってない？これ耐えろって、トップは。
シャーデントセンサーができます。でも帰ったら死にます。帰ったらタワーが消えます。多分いいっすよ。あーウート使ってヒルしましょう。出てこい。フラッシュされた。行くの？行くの？僕まだアーディエンス戦車できないよ。うん。ちょっとサイオンがいる場所では戦えないな。おい、あるじゃん。ナイス。ああ、ちょっと待って。物資で見えなかったのか、あいつ。もう生きてる。あっち生きてる。完成しました。ああ、倒れた。まあいいや。タワーは。あいつはレーンをボロ待ちした時点で諦めないといけなかったから。これも諦めていいかな、今度は。あそこは何したんでしょう。急だな。ちゃんと書いている。嵐はあなたのしもべとなりましょう。返すの方があったら俺ねえだろ。連続でティーモバやっぱアイマンこいつ性格悪いだろ。絶対ヤクザだわ。グランプ僕と君の仲じゃないかとか言って殺すんだよ。絶対性格悪いわこいつ。あれは逃がすかあと人身売買だから。あれ間違えちゃいけない。人身売買であれはお金を得ている。そういう設定になってるはずだ。なんか誰かその漫画書いた気がする。アイバーンの鳥をの親子を逃がして、シャコと俺のレベル差に、これはもう勝ちですね。ここにいた今ヘラルド主義、うん、いやヘラルドじゃない、ミッドガンクしようとして失敗して帰った。まあ、ヘラルドやってるかもしれないけど、サイオンがいるから。ギブギブ。ボットガンクして、ドラゴン取ろう。お前、それ割ったらバレんじゃん。でも、いいわ、そんなに。
アザーミッド守んないとダメだ。エイジが傍観してんだけど、エイジここで見放してる方がなんか強い。本当はスマイト打ちながらあったけど、あのレブランがスマイト打てって要求してきやがった。井戸の中のタムケンってタグの人がいる。井戸の中のタムケン、サモナーズリフトを知らず。アラムゼか。橋の上のタムケン。崖の上のポニー。ミニオン出撃まであと30秒。おい、こっち行ってくれ。アイバンがリデンプションを打ったのに何も考えず突っ込んでくるんじゃねえこいつ。おっ、あーウルトがウルト違いだったかな。いや今から来んのかよ、無理だろ。もうマジかよ。なんで来た？やはりひでえな、あのウーコン。するとするかな。まあ残したら俺たちの希望はないんで追い続けるか。ワードは置くか守るかどっちかしないとダメですね。ワオもう遅い。ピッチと一緒にいないとダメですよ、これ。他の場所来ない方がいいですよ。
ゃあれお前は。バカーイ。アリオスネさん、アリオスネさん、アリオスネさん、いけ。ここ、ここ、ここ。あ、じゃ。アリオスネさん。痛い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 。いい方しかない。ロストエディジャリー、しまった。いい方しかない、いい方。早いですね。多分もう一本折れましたね。これだかな。なんかでもインファ取ってた方が強くない？まあインファ取ったら絶対なんですね。お前、お前の力が必要だ。お前の力が欲しいだ。ダメですよ、ダメですよ。OK。相手カウンターバーナー行ってない、ガイジだ。助かった。助かった。上でから来るんで、もう引いた方がいいですよ。うん、ブリッジがステルス爆弾できたらいいんです。いや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 、お前なんでトップに行ってねえんだよ、ウコ。こいつマクロ、ひでえな。おうおう、これは問題ないです。やばい。綺麗に入りすぎたけど、うん、完全に入っちゃった。次はお前が研究かも。でもサイオンがいないと結構おかしいんじゃないかな。あ、TP あんのか。
お、やめさせれた？そしたらワース。勝てる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 。いけ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 。行ってこい。ナイスブルトは。あ、外した。うーっか、お前自分の HP 見ろよ。回復します。落ちちゃったか。ナイス。うわ、死ぬ。うわ、死ぬ。うわ。聞こえました、はい、トップ。何が来て、三四か。三四サラダなら OK。敵を倒しました。インファ3つ目欲しい。トゥイッチ、お前がいないと勝負にならない。あ、逃げたのか、ウルトね。ウンコン、ウンコン TP ないのか。ナイスナイス。ここに天狗が、天狗の見せ場。スタートでいいんじゃね？あるした、あるした、あるした。反転したいか、ある。うん、反転したい。こっちに来い。マジか。スプリットプッシュするやつらバラン落としてどうだーい。
いたいたいた。ナイスナイスナイス。ヤフランが見えなくなった。あと俺今キューで妨害できた。これを耐えるわ。ティッチが見えない。ティッチどこ？ティッチどこ？ティッチいる。ティッチいる。ティッチ、行ってこい。デジ見せよう。わお、ごめんなさい、ごめんなさい。待って待って待って、こっから外れるのやべえぞ、シャーコン。なんか取ってるし。よくやったお前、なかなかやるじゃねえか。よく取った。ジジーン。イエーイ、ジジーン。なんか来た。邪魔だ。ジジー、相手しといてやれ。
ちょろいっすね、やっぱこのゲーム。勝てる勝てる。やっぱいいミッドレーナーがいれば勝てるんだよな。今回サポートだったけど。アジンさん、このまま2人でダイヤまで行っちゃいますか。ダイヤ行っちゃうか。ノンストップだ。負けを知りてーって言って、18時、19時くらいにガンだけして終わりそう。やった瞬間、はぁ、くそ、つっかえって。つっかえて。楽しいな、ロル、このゲーム。神ゲーだわ、マジで。お、ウルグさんも2連勝してるじゃないですか。ないですね。もしかして今負けてます？ゴールデン、勝ってるよ。めちゃくちゃ平和。結構静かに DM されるんですね。ちょ、デュオしてる子が VC いないから。え、レティさんだよね、デュオしてる子って。いや、レティさんは、代行なのでやめました。別々のことでした。代行なのでやめました。代行なのでって面白いな。パワーワードすぎるでしょ。ヤジンさんも代行みたいなもんだからな。ですよ、代行。ぶっちゃけ。強すぎるわ。ゴールドじゃないもん。俺ゴールドだよ。いやいやいや。いやいや、リアホーマーカもゴールドだからゴールドだよ。うん、それは知ってます。アジンさん、ランク回しちゃダメみたいですよ。ああ、ほんと。代行なんだ。ランク回したらもう代行。代行。一生回せんやつ。何やっても代行やんけ。そして次からブロンズ。まあ最強のトップレーナーもおるからな。いやな、大根みたいなもん。アイバーンだって強くない、このチャンピオン。上がったり下がったりしますね。超強いな。ダメージジャンナの2倍出てるもん。強い、このチャンピオン。さっきの件、俺にありがとう言ってこないんだけど。そういうことっすよ。あれ、間違えて俺にフレンド送っちゃった的なあれかな。そういうことなんだよな、やっぱり。どっちが本当の真のキャリーか見極めてる、あのケインは。俺と言ってるばっかりに霞んでしまった、アリンさんの強さが。いや、でもあれがエズリアルだったら負けたな。いや、間違いなく負けてた。あれがエズリアルだったら負けてたな。ワイルドタートルが FL バイカのクエスト。フライワイルドタートル。で、待って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 、頼む、信じたバーンしないでくれ、危ない。カエさんになっちゃった、カメさんだ。待て、頼む。殺されるぞ、それ。フォーカスミートが言った。
アンチおるからな、デッドには。ブルームさんたまにでもロリしててギャーとか言わないですよね。ああ、まああんまり。でも冷静ではない。ごめんなさい。すいません、すいませんって言う。そう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 。とりあえずパニクってるから後で反対しようとしても動いてないんですよ。ここはすごいセーフティーな平和なチームだった。ここが7ゼロ。あ、ルブラン屋なんだけど。ルブラン屋なんだけど。次元出したくないんですけど。いいんじゃないですか、ルブラン相手でも。いや、カウンターなんです。あ、そうなんですか。うん。でも出すんでしょ。うん、でも出す。何これ。ルブランミッドトップ？いや、ルブランミッドライズトップでしょ、さすがに。ライズトップも恥じるんだけど。トイレ行ってきます。はーい。このハゲ、新自動はハゲ対決を挑んできたトップで。ダブリも7連勝中だ。強。まあ僕のジギアンですから、ね。さっきのルブランじゃん。分からせていこう。誰のおかげで勝ったのか。実質誰がダイヤなのかを。やだなぁ。なんかあんまり勝てる気しねえなぁ。ルブランポニーなのかな。そうじゃないですか。びっくりした。なんこいつら。びっくりした。俺が避けたっていうか、あいつ外したんだよ。ヒゲあるからな。とりあえず生きてんのか、こいつ。
こいつ、レベル 1W。うぜえ、永遠に9投げつけられる機会なんだけど、こいつ。こっちも投げていきましょう。こっち投げたら迫ってくるんだよ。なんかもうちょっとフリージングされてるんですけど。だ君に落としたかった。うぜえ、うぜえ、イライラする。Q の着弾、パスはよ。マジかよ。うん、バカめ、お前爆発する瞬間に戻ったよ今。うん、うるしね。お前 W 使ったの？やめて。あー終わった終わった。それじゃ怒ってそう。トリスターナが怒ってた。ファーム？しょうがねえだろ、ハゲるんだよ。たぶんあいつが言いたいことは、見えてるガンクに刺さるなって言ってます。さよならだ！ナイスー。じゃあなんか運悪い今日 CS が取れない。ずるじゃん、もうあんな。さっきのティモとチャーバムが相手に来た。やだな。今回ロア積みません。うん。
届かないんだよな。イライラする。イライラする。時間使わなければよかった。まあトリススレッシュがしっかりレーン勝ってくれれば勝ちだね。こういうレーン終わってるマッチアップこそアーデントシンジドだったな。レベル上げます。あ、サモナーズリフトへようこそ。ミニオン出撃まであと30秒。このライズ下手くそやな。シンジと対ライズっていうマッチアップで、その CS 俺の方は14ぐらい勝ってるぞ。危ない。わいわいわい、お前ら大好きか俺のこと。うわっ、あ、ウルト打てないのか。うわミニオンが出撃しました。死んだな。ナイス。うん、めっちゃ虫の音が。強え、このトップレーナー。ガンフリマッチアップを引いても、なお CS も勝ちつつ、ドローンをする。なんて強いな、このトップレーナーは。そしてファーストタワーオルベクバナーオブコマンドまで購入できた。強すぎかお前、その球頭おかしいんだろ。もうダメージがねえよライズ。いました、なんかいました。いや俺 TP ないんで。あ、危ない、危ないよ。マシナさん、マシナさん、マシナさんどいて、マシナさんどいて。もういいよ、もういい、うん、ありがとう、もういい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 。ライズさん、バナーオブコマンドの効果をご存知でない。そのミニオンにスキル打っても意味がないぞ。え、意味ないんですか。
意味ないですよ。スキルダメージ全部無効ですから。へえ、これは知らない。あ、CC は効きますけど、ミニオンに CC 入れる意味もないですよ。ご存知でない。やだなぁ、さっきの人たち強かったからな。なんかそう、学ばせなくしちゃったね、ライズくん。君帰ったらトップファースト折れちゃうよ。やだ、もうやだよ、あのおばちゃん、あのおばちゃんやった。お、もう逃げるしかないね、ライズくん。レインにすら入れなくなっちゃった。あれ、今 TP 来てた。うん、いや、見えてんのかお前。やめてー、それ以上やめてー、やめろやめろ。赤ブで死ぬ。ああ、マジか、こいつ何も見えてなかったのか。味方が倒されました。トップ、そろそろ折れるから、こっちおら。敵を倒しました。頭おかしいダメージが。ほい。うん。CC 無効だった。まあいいや。いや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 。このトップレーナーファーストターンまで取ってる。ガンフリマッチ相手に強すぎるな。バンシーから積むか。小さ34、小さ62。敵を倒しました。やめて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 、もうやめて、もうやめて、それやめて、やめてないよ、やめてないよ。それはそれも助けに、おお、これいけるの、そういけそう、なんかいけそう。あ、それ TP 使わせたら大きい。任せてほしい。これは、はーい、 Please hear me, please please whatWhat's? What's? あ、戦っちゃったのか。トップ半分いったー。
なん無理か。僕にできることはもうだ。これは逃げろ、逃げろ。こっちを、こっちを押すことが優先しろ。もう誰も僕の言うことを聞いてくれない。うん、もう腐ってるジギアの言うことなんて誰も聞いてくれない。ウィー、来たー。おいおい、こっち押せよ。くるー。このトップレーナー強っ。3対1さばいてる。ろくろ溶けたこう。お前らとホゼなんてクソくらいだ。いや、トリストップ行こうよ。まあいいか。おい、ライズチケーぞ。おい、頼む、頼む。TP 切らされた。もういろいろやめて。ああ、ああ。危ない、お前。それいい使われてたら死んでんだか。うん、突破ねえだろ、こんな。トリスターン。何回死ぬんだよ、それで。トリスターナ。勘弁してくれと、こっちは言いたいよ。この鳥さん、お前励ましてるのかどっちなんだよ。てかこれいい加減ジリアンがボット行った方がいいかもしれないですね。このトリス雑魚すぎるんでミッドレーンでみんなで守ってあげないと。みんなでボットに行ったわ。そっちもどっちかだな。おい、戦うな。お前を移動速度スイカだ。ああ、それいらんかったな。俺絶対死なないんで。俺強すぎるんで死なないんですよ、これ。死んだよ、お前は毒で。ジャンプしろよ、トリザ。はぁ？ジャンプ割る！すぎるこのトップレーナー。味方がタワーを破壊しました。
倒されました。敵のランペンジ。すぐにでも。おお、まあ。いや、3つ当たるなって、俺がいないとこで当たんないでほしい。まあまだ来んのか？やめてけ。いいんだよ。絶対無理。バロンは復讐で終わろう。来てる。いや、ないと思うけどな。あんのかな。俺の R がある。はい。トップは俺に行きません。なんか小さいなってところがまだ。いや、いい、それいい、それ。どうなんそれ、そうなんだ、どうなんそれ。いいんじゃないですか、逃げ道ないですよね。さすがに1発が死んでいくのである。あれがない、あれがない。
ないないない、バロンはない、バロンはない。ノー。マジですか？後ろから、後ろから。ちょっと早く帰った方がいいですよ。どんどん帰るタイミングなくして、最悪なことになりそう。TP 上がるの何秒ですか？あとね、18秒。だったら青バフでいいんじゃない？青バフ取れば。いや、でも帰っていいと思うけどな。お金あるでしょ。勝った勝った勝った。相手飛べない、相手飛べない。よしよし。バナーン。まだいた。強っ。バナーオブコマンド。相手一人絶対クリス戦できるよ、トップカミット。トップがクリセプ積んでる。なんか来た。あ、びっくりした。おい、トニス、ザコ、言うこと聞けよ。敵のダブルキル。味方が倒されました。今だけ気を捨ててほしいのに。任せてほしい。はい。ああ、間違えた。よっ、間違えましたね。おい、スレッシュバカか、お前は。お前は正真正銘のバカだ。そしてお前もバカだ。で、俺もバカだった。うん。まあいいや、言われたし。はい、メジャーユーロ。
敵のランページ。これとこれがあるからお前たち知らないんだよ。何もできないのはちょっときついぞ。あ、いないいない、そこらしい。どうしたどうしたどうした。殺して、よし。なあ、トゥイッチはフリーだ。感じではある。夜、よかったと一。お前俺に撃つことはできない。今から皆さんご飯ですかね。そうですね、うん、はい、まだもうちょっとです。はい、トルシティ、当たり前だろ。 ADC フリーって ADC フリーじゃないでどうすんだよ。だって誰が裏に入るんだ。味方が倒されました。どうそれ勝てるの、その体力で。あ、ウルグさん、おめでとうございます。え、ああ、ありがとうございます。あ、おめでとうございます。あんな、ね、すっげー落書き締め切りに追われてて いいですね、MMA の入った。信じてウルト落ちてんのに無理に決まってんじゃん。いった、いいヘルス。バカめ。
もんやるよ。あー、死なんかった。あ、でもいいっす。おい、打ち上がっちゃダメねー、避けてナイスナイス。セプシュエル作ったら合流した方がいいですね。ナイス。プッシュしてればいいや。はぁ、コリスどこ行ってんの、あいつほんと下手くそだな。コリスティおい、こっち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 フフフ、何がいいじゃん、バカ野郎。いや、強すぎる、このトップレーナー。このトリス抱えて勝つのはさすがすぎるわ。